ニコラス・アレクサンダー・ラペンティ・ゴメス。ニコラス・アレクサンダー・ラペンティ・ゴメスは、エクアドル・グアヤキル出身の男子プロテニス選手。1999年の全豪オープン男子シングルスでベスト4に入った選手で、エクアドルのテニス選手として1990年の全仏オープン優勝者、アンドレス・ゴメス以来の世界ランキングトップ10位を果たした選手である。自己最高ランキングは、 シングルス6位、ダブルス32位。ATP ツアーでシングルス5勝、ダブルス3勝を挙げた。身長188センチメートル、体重86キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。アンドレス・ゴメスとは親族関係でもあり、ゴメスはラペンティの母親のいとこにあたる。弟のジョバンニ・ラペンティもプロテニス選手。 6歳からテニスを始め、1993年から男子テニス国別対抗戦、デビスカップエクアドル代表選手となる。それ以来、ラペンティは2007年を除き17年、デビスカップに出場し、チーム成績でもアンドレス・ゴメスを抜き歴代1位の61勝34敗の成績を上げている。1995年にプロ入りし、 その年にコロンビアオープンでツアー初優勝。1999年全豪オープンで、ラペンティは準々決勝で第7シードのカロル・クチェラを、7から6、6から7、6から2、0から6、8から6で破って、ベスト4に進出した。準決勝で、トーマス・エンコビストに3から6、5から7、1から6で完敗した。全豪で4強入りした1999年。 ラペンティはツアーでもシングルス2勝を挙げ、同年末に世界ランキングを自己最高の6位に上げた。2000年はジャパンオープンテニス選手権でシェングシャル県に4から6、6から3、1から6で敗れた準優勝がある。2002年ウィンブルドン選手権でベスト8進出し、大会初出場だったアルゼンチンのダビドナル・ワンディアンに4から6、4から6、6から4。 6から4、4から6の接戦で敗れた。オリンピックは1996年のアトランタ五輪、2004年のアテネ五輪、2008年の北京五輪に出場したが、いずれも男子シングルス1回戦で敗れている。デビスカップでのラペンティは、デビスカップ2000ワールドグループプレーオフで、ティム・ヘンマンやグレグル・ウゼドスキーをするイギリスに勝利し、 デビスカップ2001ワールドグループ進出を果たした。しかし、ワールドグループ1回戦ではオーストラリアに1勝4敗で、敗れ、ワールドグループ、プレーオフでもイギリスに敗れたため、再びアメリカゾーングループ1に逆戻りしてしまった。その後も2003年と2005年にワールドグループ、プレーオフまで進出しているが、ワールドグループ復帰には届かなかった。 2009年のブラジルとのプレーオフで、シングルスで、トマス・ベルシとマルコス・ラニエルに勝利、弟のジョバンニと組んだダブルスでもアンドレーサ、マルセロ・メロ組に勝利して、通算 3, 3勝2敗で勝利して、2010年は、ワールドグループ復帰を果たしている。2010年全仏オープン男子シ,シングルス1回戦で、テイラー・デントに敗れた試合が、最後の試合出場となり、 ラペンティは2011年1月に、現役引退を正式に発表した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。